ご質問の回答です。レビットのできることインターフェースについて、建設の穴澤です。どうぞよろしくお願いいたします。90日チャレンジでいただいたご質問についての解説の動画となります。レビットをインストールしましたが、そもそもが分かりませんということです。はい、その疑問にお答えしようと思います。さて、今回のアナザーはこちらですね。ステップ0ですね。インストールはしたんだけれどっていうところの方に、改めて、レビットの得意なことと苦手なこと、あとレビットの操作画面、インターフェースですね、について、使用するリボンタブについて、またプロジェクトブラウザーとプロパティについてですね、お話をしたいかと思っております。はい、レビットの得意なことと苦手なことです。レビットってですね、オートディスク社の製品ですね、唯一の VIM ソフトと呼ばれています。 VIM ソフトとはというところでいきますと、 3D モデルを作成するだけではなく、いろいろと得意なことがあるソフトですよというところになります。その得意なところは何ぞやという話ですね。レビットは一つのプロジェクトファイルの中に平面図、構造部せず、天井部せず、立面図、展開図ですね、あと断面図と任意断面と 3D ビューを兼ね備えることができます。また、集計表、レンダリング、ウォークスルーという簡単動画ですね、判例やシートなど、いろいろな要素が盛り込んだ図面や表が作成できるですね。これ、一つのファイルでできることっていうところになります。建物を作って、それに対する区分図を作り、集計も取って、設備も入れることができるっていうソフトが、レビットと呼ばれるソフトになります。3D、3次元のですね、モデリングさえちゃんとやっておけば、誰でも簡単に活用できる、あまり得意でないことはありますが、はい。何かっていうと、レビットには画像の概念というのがございません。ですから、画像は 2D に書き出しを行った際に生成されます。また、レビットの保存形式には、AutoCAD や Civil3D などにあるバージョンを下げて、保存する機能はございません。レビットのバージョンに注意して作成を行う必要があるソフトでもあります。ステップ1の2、レビットの操作画面について。レビットをですね、起動していただくと、このようにモデルとファミリーというところにまず分かれます。ここでちょっと閉じてしまうという方もいらっしゃるんですが、モデルとは何ぞやというとですね、プロジェクトファイルですと、プロジェクト内の作成または編集、大元ですね。でファミリーはその中にあるパーツを作成したり編集したりする場所となります。ちなみにこの1周目のチャレンジではモデルを基本的に選択して作成をしていきますよ。ここは新規作成、新しい時は新規作成です。今回の場合はファイルがあるので開くに選択してファイルを開いてくださいね。実際のレビットの画面を見てみましょう。はい、こちらですね。このこちら、モデルでのプロジェクト。これ、バージョンによってプロジェクトだったりモデルに変わるんですが、ここの中のものをで、この対策を作られていきます。で、この下は2周目でやりますが、パーツ類というところになります。それでは、実際の画面ということで、今回は新規作成でですね、建築のテンプレートを開いて中を覗いてみたいと思います。こちらは後でですね、また詳しくお話をするので、こういった画面があるというところだけ見ていただければと思います。はい、それでは、ステップ1の3、使用するリボンタブについてです。レビットのインターフェースっていうのを先ほど見ていただきました。こんな感じです、はい。直感的に使用できるリボンと呼ばれる画面となっています。リボンは Word や Excel の操作画面と同じイメージですよね。それでは実際のレビットの画面ですね、見ていただきたいかと思います。立ち上がりですね。リボンタブと呼ばれるところに建築や構造のもの、梁とかトラスとかですね、スラブ、背筋などができるところ。あと鉄骨ですね、プレートとか加工ができるもの、プレキャスト。あと設備類ですね、メップと呼ばれる設備類です。設備は機械設備と電気設備が作成できるようになっています。挿入はリンクと読み込み。そうですね、あとライブラリーからロードという形をとっています。注釈はですね、オートキャットと同じように寸法と詳細と文字が付けれる、あとタグと呼ばれる集計等にですね、汎用できるものっていうところもございます。
また解析と呼ばれる解析モデルですね、荷重の計算、簡単な荷重の計算だったりエネルギー計算だったりするものです。マスと外交、これはこれも2週目ですね。マスモデルと呼ばれるモデルを作り具現化をしていったり、あと駐車場とかですね、あと敷地境界線とかを作ったりする場所です。コラボレートというのはですね、誰かと作業をするときに使います。そして干渉チェックをつくがあります。表示に関して言うと、グラフィックスの見た目の表示だったり断面図を作ったり、あと新しい平面図を追加したり立面図を追加したりする場所でもあります。管理はですね、マテリアルの管理だったり諸々の管理をする場所となっています。アドインはまだここまでですけど、入れていくうちに増えていくものとなります。そしてよく使うのは修正と呼ばれるところ。修正はですね、クリップボードだったりジオメトリーだったり普通の修正ですね、計測することも可能です。修正の中で大事なものはっていうと、よくない、よくオートキャドとかにありそうでない位置合わせと呼ばれる、この位置まで合わせたいものとかですね、ありますので、これはおいおいですね、覚えていきたいかと思います。ステップ1の4、プロジェクトブラウザープロパティについて。リビットは操作だけではなく、一つのプロジェクトファイルで全てのデータを管理します。普通の CAD にはあまりないプロジェクトブラウザーと呼ばれる目次のようなものがあります。実際のレビットの画面を見ていただきましょう。レビット、この下ですね、私の方だと左下にありますプロジェクトブラウザーと呼ばれるもの、ここはですね、ここを見て何を見ているかというのを見ていきます。設計 GL と呼ばれるグランドラインのところ、グランドラインのみですね、位置情報ですねが記入できるものがついています。また天井部設、 3D ビュー、立面図、東西南北ですね、のものがあります。あらかじめ3本ですね、3本から2本、レベル線と呼ばれるものが引いてあります。で、このレベル線とここの平面図、立面図の内容はリンクしています。また、平面図の定義というところになります。平面図の定義はですね、先ほど見ていただいたこの立面図ギリギリのところではなく、建築的な考えになりますから、そのレベルよりですね、だいたい150センチぐらいの線の人を目の真下からスパンと切って真下を見る絵が平面図、そこから真上を見上げるのが天井伏せ図というカウントになります。立面図は描きたいものを真ん中に置いて東西南北を見た絵というところになります。いかがでしたでしょうか。作成方法がわからない、操作が不明の場合はどうぞお話しくださいね。花澤は頑張るあなたを応援しています。最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。ご準備はよろしいですか。じゃんけんぽん、まったね。建設花澤はノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート、 YouTube で私を探してみてください。ではまったね。